のどかだね、山だね、新城名所、新城大橋、野田大橋、野田大橋、いいね。やっぱあれかね、都会の人がこういうところに来たらおーよーってなるのかね。なるな。ね。少なくとも関東圏にはないと思う。そうだよね。右。あ、ごめん、まっすぐだ。うん。すげえ場所。アルタ。アルタ。来ましたよ。アルタさん。雑貨がいっぱい売っとって。アジア雑貨とかね。ボランティーでもやってるぞ。違う。違う。違う。早速行きましょう。ここお昼休みにウキウキウォッチするとこじゃない。そういうとこじゃないね。ウキウォッチになれるとこ。青年隊とかおるわけじゃない。ない。すごいな雰囲気が。カレンシルバー、純金。これ綺麗だね。お昼休み、お昼休みはウキウキウォッチングできたね。ウキウキウォッチングのこと。いやこれ説明ができんもんね、その場所が。新城から豊橋の石巻に行く道かな。大原調整駅の近く。そうだね。その通り。うん。まあ、Google でピン打っとくもんで、うん、まあ動画の概要欄から見ていただければ。なんかちょっと不思議な感じのお店でいろいろあるんで面白いと思う、見るだけで。ちょっと通り過ぎちゃうようなね、うん、感じかもしれないけど、ちょっとこの道気をつけて走ってれば多分すぐ見つけられると思いますんで、ぜひまた新城豊橋の方に立ち寄った際にはあるかな、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。
結構いい服だね。可愛らしい。はい、ということで今日はアルタに来てみました。また次回いろんなところに行っていきたいと思いますので、お会いしましょう。さよなら。